アメン大司祭国家。アメン大司祭国家。紀元前1080年頃引く。紀元前945年頃は、古代エジプトの新王国末期頃に成立したテーベ。現在のルクソールのアメン大司祭を中心とした国家。日本語表記は一定せず、アメンの神権国家などとも呼ばれる。アメン大司祭国家は、アメン神殿のあるテーベを中心に植え、エジプトを統治した。 歴代のアメンダイ司祭はカルトゥーシュを用いるなど王として振る舞ったが、ゲイエジプトのタニスに中心を置く第21王朝の権威も承認していた。当初は対立したが、両者は隕石関係を結びおおむね平穏な関係を維持した。やがて第21王朝が倒れ古代リビワ洋兵の子孫セシ,ションク一世によって第22王朝が勃興するとアメンダイ司祭国家は 第二十二王朝のコントロール下に置かれることになった。しかし、その政治制度や神殿の勢力はなお維持され、第二十二王朝の下でもアメン大司祭職は極めて重要な役職であり続けた。テイベのアメン神殿で祀られるアメン神はエジプトの国家神であり、新王国時代の歴代エジプト王は莫大な寄進を繰り返した。この結果アメン神寛団の勢力は、 飛躍的に増大し、新王国時代半ばに入るとこれに危惧を覚えた。大側によって、アメン神殿の勢力を抑える方策が取られた。しかし、新王国最後の第二十王朝の時代には再び、アメン神殿に対する王の寄進が活発となり、アメン神殿は、エジプト国内に広大な神殿量を保持するようになっていた。 アメン神殿勢力が事実上の独立勢力と言うべき状態になったのは第20王朝の末期である。第20王朝最後のオーラムセス11世の時代、ヌビア総督はテーベ周辺の上、エジプト南部まで管理権を拡大してた。なぜ、ヌビア総督がテーベ周辺地域までも管轄できたのか分かっていないが、やがてパネヘシは、無本の罪によってその地位を追われた。 その後新しくアメン大司祭に駆手、上ヌビア副総督と最小職を持っていたが就任した。ヘリホルの妻のジメトはラムセス十一世の姉妹であったとも言われ、ヘリホルは隕石関係を軸に牽制を拡大していたものと思われる。アメン大司祭職を手に入れたヘリホルはアメン新官覧の財力を背景に第二十王朝を無視して独自の年号を。 ウヘムメスとを採用し、神託によって、テイベの統治権を与えられたと主張してウェイジトを、領土とする事実上の国家を形成した。そして独自に王号を称し、即位名、上下エジプト王名を、ヘムネチルテピエガメン、アメン第一の預言者としたのである。ヘリホルは、ラムセス十一世より早く死に、その後は、ヘリホルの娘子と推定されているが、 アメンダイ司祭職を継いだ。ピアンキに関する記録はほとんどないが、彼はラムセス十一世とほぼ同じ頃に死んだと推定されている。ピアンキが死亡し、その息子がアメンダイ司祭となったのとほぼ同じ頃、ゲエジプトではスメンデス一世がタニスを中心に新しく第二十一王朝を建てた。パネジェム一世は自らの名前をカルトゥーシュの中に刻んでおり、 王として振る舞ったことが分かっているが、対外的には、第21王朝の王権を認め、スメンデス一世の知青年を年号として用いていた。そしてラムセス11世の娘の一人を妻として、迎え、王女を設けた。すでに初代のヘディホルは、ラムセス11世の姉妹を、第21王朝のスメンデス一世は、ラムセス11世の娘の一人をめとっており、 第20王朝のラムセス11世を介して隕石関係が形成されたのである。そして、スメンデス1世が死去すると、政治闘争の末に、ヘリホルトのメジトの息子であったを、第21王朝の王位につけることに成功した。これが激しい政治闘争を伴っていたことは、彼の即位に伴って、多数の人々がエジプトから追放されているという点から確認されており、 反対派の管理はその地位を失っている。アメン・エム・ニスーは、間もなく死去したが、すでに政治的な主導権を握っていたピアンキは、自分の息子である、プス・センネス・一世を、第二十一王朝の王位につけることができた。ピアンキの別の息子であるとは、アメン大司祭職を継承した。このうちメン・ケペルラーは、プス・センネス・一世の娘イシス・エム・ケブ、エスタム・ケップと結婚し、 アメン大司祭国家と第21王朝の間には極めて濃密な血縁関係が構築された。これによって両者の間には比較的安定した協力関係が持たれることとなった。タニスの第21王朝とアメン大司祭国家の協力関係の下で両者が並存するという体制は第21王朝が倒れると変化を余儀なくされた。第21王朝最後の王の後に 第22二二王朝を建てた、シェションク一世は、もともとエジプトに土地を与えられた古代リビュア洋兵の子孫であり、その軍事力を背景に、アメンダイ司祭国家に対しても統制を強めて、こと権を握った。シェションク一世は、アメンダイ司祭職に自分の息子をあて、以降アメンダイ司祭国家は、第22二二王朝の制御下に置かれることになった。 しかし自律的な組織を持つアメン神殿やアメン神観覧の勢力は、その後現在で第2十二王朝下においても、アメン大司祭職は強い権限を保持する地位であり続け、その権力はしばしば国内を二分する争いを引き起こしもしたのである。アメン大司祭が強い権力を握るようになったのは、新王国時代末期よりはもっと早い時代からである。しかし、通例。 国家の創始者とされるのは、独自の年号を用い王号を称したヘリホル以降出る。以下の一覧は、ヘリホルから第22王朝の王子ユープトより、前までの歴代アメン大司祭の一覧である。この時期のアメン大司祭はカルトゥーシュを用い、即位名や誕生名、ラーの古名を用いて王号を称した。王名は原則として、即位名、誕生名の順に記すが、 即位名が知られていないようもいる。またエコールで結ばれた名前はすべて即位名である。在位年は参考文献、ファラオ歴代史の記述によるが、年代決定放送の他の問題から異説があることに注意されたい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。